昨日ごめんね。あと急だったのに時間作ってくれてありがとう。大丈夫ですよ。こちらこそ嬉しかったです。俺、諦めないよ。あ、はい。一回振られただけじゃ、内田ちゃんのこと諦められない。この気持ちは本気だから。気持ちだけ受け取っておきます。だけど付き合うことはできないので、なんか怒られてもすみません。それに高田さんのこと、よく知らないですし。あ、そうか。今思えば二人で遊んだり、一回もなかったね。バイトでよく被るから仲良くなってる気でいた。それもありますけど、他に気になってる人がいるので。え、誰？同じバイトのやつ？違います。誰？同じ大学の人です。俺にも合わせて内田ちゃんに合う男かどうか見定める。無理です。俺も大学行くから合わせて。俺が認める男なら帰るよ。高田さんには関係ないですから。嫌です。俺よりもいい男か。好きな人なので、好きじゃない人と比べたらはるかに上です。確かになあ。だからって簡単に諦めるほど、俺の気持ちは軽くないよ。そうですか。でも答えられないですよ。付き合えませんからね。今はね、もっと仲良くなったらお礼の気持ち絶対変わってくるから、俺は諦めたりしないよ。本当すいません。そもそもタイプじゃないんですよ。だから他の方に言った方がいいです。それは今の話であるから、これからはどうなるのかわからないよね。だから諦めんよ。私、本当に無理ですからね。言いましたからね。付き合えないからって、逆恨みと交わしないでくださいね。過去に同じようなことあったので。俺はそんなダサい男じゃないから。一途に思い続けてるから、もし何かあった時何でも頼って、力になるよ。相談とかするだけ期待させちゃうと思うので、何があっても相談しません。俺のこと嫌いなの？嫌いではないですけど、好きになることは絶対にないです。絶対にないなんてなんで言い切れる？未来のことなんか誰にもわからないよ。タイプじゃないからです。そのタイプも将来変わるかもよ。内面的なのは変わる可能性あるかもしれないですけど、顔がタイプじゃなさすぎるので多分無理ですね。内田ちゃんって結構はっきり言うのね。言わないと諦めてくれないじゃないですか。言われても諦めないよ。迷惑です。俺一途だから。それに本当に迷惑してるんだったらブロックしてるよね。言葉で言ってるほど本心では思ってないんだよ。いや、同じバイトの先輩なのでブロックしにくいんですよ。本心は？本心です。本心は